では 早速このファイファインの K670 で指示をやっていきたいと、マイクで撮りながら指示をやっていきたいと思います。こんな感じの音なんだな。一回聞いた感じで普通にクリアで、結構普通に今まで使ってたこんな感じかな。ちょっと集中しちゃって声が出ないけど、なんかあのなんだっけ、マイクにイヤホンつけるところあったけど、あれでなんかイヤホンつなげてやると、なんかすごいホワイトノイズが聞こえて、イヤホンから使い物にはなんなかった。マイクのイヤホンジャックは正直なんか、今まで使ってたマイクを使います。では、今まで使ってたヘッドセットのマイクでやっていきます。まあ、これずっと使ってたけど、まあ、普通に悪くはないんだよね。まあ、普通に高いヘッドセットのマイクだからそれなりにいいって感じだけど、まあこっちも、いやどうなんだろうな、あとで比較、終わったら比較してみるけど、悪くはない。別にホワイトノイズもこっちないし、多分ヘッドセットのマイクはこっちの、ヘッドセットのマイクがだからこっちは多分最後感想を述べようかな。
確認して、まあ聞いたところだいぶクリアになってるね、うん、まあちょっとなんだろうな、コンデンサーマイクとか心臓し心臓じゃない振動振動とかとなんかの音で結構拾っちゃうかもしれないけど、普通に綺麗な音で気に入ったね。まああとはなんだろうね、まあ今いつもやってるゲームを一緒にやってる人たちに声を聞いたところ、まあクリアすぎて気も言われちゃって、まあ、結構変わるんだなって思いましたね。あ、以上で、うん、K6FiFi の K670 のレビュー動画を終えます。お疲れ様でした。まあ、他の動画も興味ある。嬉しいな。じゃあこれ終わらせて、これ終わらすかやられるかどっちか分かんないけど、まあ初めてのねこういう。負けちゃったけど、数感もいい感じだよ。なんか青く光るし、なんかモチベが上がるというか、これから頑張っていこうかなって思います。ありがとうございました。